体育学部障害スポーツ学科4年の河野昭久です。お願いします。5歳からアイスホッケーを始めてて、幼稚園から中学校上がるまで水泳やってました。スポーツはそれくらいですね。幼稚園からホッケーと水泳始めて、どっちもやりつつ水泳を中学校でやめて、ずっと今までホッケーやってます。ゴールキーパーやってます。幼稚園始めたての頃はプレイヤーをやってて、小学校2年生の時にゴールキーパーに移りました。そこからもうずっとゴールキーパーです。結構相手の動きに合わせるのが得意なので、まあ試合中での正確性というか止める技術は結構自信ある方なので、試合を見るときにそこに注目してほしいなって思います。高校1年生の時に怪我をしてしまって手術したんですけど、その時の高校2年生に上がった時に手術して、そこから半年間ホッケーできない期間があったんですけど、その時に外側からチームのホッケーを見て、ここで学べたから高校3年生で結構いい結果を残せたのかなって思います。まず音楽聴いて、その後にジャグリング、ボール3つ使ってジャグリングするのと、ボールのトレーニングで視覚、目のアップ、ボールのアップをすることで、なんか試合に入り込む感じが自分的にはするので、試合前も毎回それやってます。アーティストはあんまりこだわってないんですけど、高校3年生の時のインターハイの決勝の時に聞いて、チームで聴いてた曲がすごい上がる曲なの で、最後の一歩っていう曲なんですけど、それを試合前に最後に聴いて、そこから試合に臨むようにしてます。試合の前の日とかは結構パスタとか食べるかなっていう感じで、朝ごはんは普段食べないんですけど、試合の前とかだったらお腹いっぱいじゃないと動けないタイプだから結構がっつり食べちゃいますね。休みの日は、今の大学のアイスホッケー部の同期と最近サッカーにハマっているので、よく大学の広場でサッカーして遊んでます。今は一部 B リーグなので、まず自分たちの代で一部 A にの入れ替え戦に行くことと、でここ数年がリーグ戦で3位っていう結果なので、一つでも順位を上げればなって思ってます。ホッケーは自分で走る競技じゃなくて、スケートの刃にスピードを乗せて戦うスポーツだから、他の競技では出ないようなスピード感と、あとシュートとかの速さ、それを止めるゴールキーパーの凄さとかを注目してみてくれたらなって思います。そうですね、大学に入ってから高校生の時よりも縛られる環境じゃなくなったから、そう手出しちゃう人とかもいると思うし、でもそれもチームにとって必要なプレーの時もあるから、そういう乱闘とかファイトとかも一つの見どころかなって思います。いつも応援ありがとうございます。これからも頑張っていきますので、まず夏大会いい結果残せるように日々の練習頑張ります。応援よろしくお願いします。体育学部体育学科の3年で宮沢翔也です。一人でも黙々と練習したりするっていうところは割と強みなのかなと。僕としてもやりやすいですし、みんなもそのもっと強くなるっていうことを目標にできているのかなと思います。